アップトシュタイナ派は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラセン軍に属する自治体。この町は、ユーバーバルトへの門というニックネームを持つ。アップトシュタイナ派から、シュタイナ派側が流出する。この町は、ハルトベルク、バルツコプフ、ゲッセンシュタイン、ホーベルクといった山の間に位置している。オーバーアイコールアップとは、山の間の高台。 海抜450から500メートルに位置する。一方、ウンターアプトシュタイナ派とマッケンハイムはその谷間に位置する。ユーバーバルトに含まれるアプトシュタイナ派は、北はメルレンバッハ東はバルミヒール、南はハイリヒクロイツシュタイナ派、西はゴルクスハイマータールと境を接する。アプトシュタイナ派はマッケンハイム、オーバーイコールアップと、 ウンターアプトシュタイナ派の三つの地区からなる。ローマ時代以前からこの辺りにはケルト人が住んでいた。中世にはアプトシュタイナ派周辺の地域はドルシュ修道院領に属した。地域の再編に伴いオーバーイコールアップト村とウンターアプトシュタイナ派村が創設された。1 0 1 2年にポッセサスタイナとして初めて文献上に記録された。1232年に ドルシュ修道院が皇帝フリードリヒ2世によって廃止され、その書領はマインツ大司教領に移された。1267年にシュタルケンブルクの白白がアプトシュタイナ派を含むアムトシュタルケンブルクを収めたという記録が初めて現れる。マインツ司教のフェーデの際、1461年にオーバーアムトシュタルケンブルクはプファルツ選定校に担保として移され、 1623年まで、その状態が続いた。1590年の記録には、アプトシュタイナ派は、近隣の村の10分の1税徴収と裁判の権利を有しており、区役と兵役を果たさせる義務を負っているとある。1803年に、マインズ選定校の廃止に伴い、ヘッセン領となった。オーバーイコールアプトとウンターアプトシュタイナ派には、それぞれ一つずつ教会があり、 ウンターアップト主体の派にはさらに礼拝堂が一つある。オーバーイコールアプトの教会は17世紀中頃に建設され、1658年に完成した。数世紀後に改築され、祭壇は1780年よりやや後に作られた。聖具室には、マインツ市教ヨハンフィリップ・ホンシェインボルンの紋章が掲げられている。ウンターアップト主体の派の聖マリア教会は、20世紀の 建築である。ウンターアップトシュタイナ派の中心にある礼拝堂には、リヒテンクリンゲンの教会跡からもたらされたと伝えられるマリア像がある。アップトシュタイナ派の多くの家には、その外壁に窪みが設けられ、マリア像やキリスト像が祀られている。アップトシュタイナ派の議会は15議席からなる。アップトシュタイナ派の町長,長は、2017年からアンゲーリカ・ベッケンバッハが務めている。 図柄、赤字で、銀の岩から突き出すように、どう飾りのついたツタが巻きつく、形の銀の修道院長杖が描かれている。規部は青い流れが横切っている。アップトシュタイナ派の紋章は、地名にちなんだ紋章であるとされるが、修道院長杖は、アップトシュタイナ派とロルシュ修道院の関係を示している。岩はすなわち山であり、周囲で最も高い山であるハルトベルクを象徴している。 水の流れはアプトシュタイナ派から湧き出しネッカー側に注ぐシュタイナ派側を表現している。この紋章は1929年12月21日にオーバーイコールアプトの紋章として授けられ、1972年1月1日からアプトシュタイナ派の公式な紋章として採用された。1736年の印象には上部に、獅子、下部に、 修道院長杖と二つの星、それに A と S の文字が描かれている。町役場はオーバーイコールアップトにある。ウンターアップト主体の派に基礎家庭学校が一校ある。ウンターアップト主体の派にもオーバーイコールアップトにも、それぞれよく整備された運動場がある。オーバーイコールアップトには、草地と森と村の墓地の間に森の学習路とバーベキュー場がある。 スポーツゲレンデからバーベキュー場を経営したゲッツェンシュタイン通りまで11の芸術作品が展示された芸術遊歩道が設けられている。アップトシュタイナハは連邦道から離れた位置にある。しかし、バインハイムからバルミヒエルへの連絡道路があり、交通の便は良い。ありがとうございます。